こんばんは、10月17日土曜日の夜ですね。今日も見てくれてありがとうございます。しげるです。今日はちょっとね、車の中からお送りしております。雨だね。ずっと雨じゃん。洗濯物干せないよ。いつも大丈夫だよってやらせてもらってます。いつも見てくれてる方はありがとうございます。今日もね、ちょっと撮るんですけど、ちょっと夜はね、予定が入ってしまったので、この明るい時間のうちにちょっと撮ろうと思いまして、いい場所ないかなって、ね、まあ家でもいいのかもしれないんですけど、なんかね、ちょっと新鮮さが欲しいというかね、まあ、せっかく車もあるし、いろんな景色をね見てもらいながら、さらにね、大丈夫だよって言いたいなと思いまして、車を走らせてるんですけど、まだ何にも決めてないんですよね。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや、土曜日か、土曜日か、土曜日でもこの雨ですか。嫌になっちゃうね。まあいいけど、明日も天気悪いのかな。大丈夫だよ、大丈夫。大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だよ。本当にね、大丈夫。知らんぷり、俺の知ったこっちゃねーっていうのはね、あんま良くないよね。ああやってね、間違ってるぞお前っていうね、お前違うぞっていう言ってやるっていうの、言う方もね、好きで言ってるわけじゃないしね、しょうがなく言ってるしね、言わなきゃダメだっていう正義感とね、まあいろいろあるけどさ、ここどこ、どこにいるかわかんないけど、いやー、びっくりした。一通のマークなかった、一方通行のマークなかったんだけどね、標識。でもあのおじさんが教えてくれたよ、よかった。もしかしてあの先でね、警察なんかがいたら危ない、危ない、助かったよ。いやー、でもね、大丈夫だよ、大丈夫、うん、大丈夫だよ、本当に。いや、大丈夫なんだよな、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうちょっとで着くよ。
遅っ、遅いなぁ、おい。あー、すいませんね。はい、すいません。ありがとうございます。大丈夫大丈夫、ホワイトモカ。あったかい、あったかいよ。いただきますよ。よいしょ、あったまろ。いただきます。これも買っちゃったんだよね。ご飯この後まだ食べるんだけど、ちょっと小腹が空いてたから、ドーナツ、ドーナツ、よしよしよし、ういうい、元気出るね、元気出る。本当に温まる、温まると元気が出るね。声も声の張りが違うんじゃないかな。いやー、さあさあさあってどっか行くわけじゃないですよ。みんなにね、大丈夫って言いたいんですよ。大丈夫だよ、本当に。温まって温まろう。今日は寒いから本当に美味しいやつ飲んでさ、うまい、マジでうまい。さあ、いや本当にね、大丈夫だよ、大丈夫、本当に大丈夫だから、大丈夫だよ。明日もいるからね、俺は。明日日曜日も会おう。日曜日は特に見てほしい。日曜日はね、特に。明日日曜日は多分家からかな。家からお届けするけど、日曜日はしっかり見てね。ね。大丈夫だから本当に。大丈夫。大丈夫大丈夫。今日はね、ほんとしっかりあったかいご飯とかね、しっかりあったかいスープとか、あったかい飲み物飲んで体温めて、それだけでも元気が出る。ほんとにうまいものを食うとかね、ほんとにほんとにそれで大丈夫だから。うん、シンプルだ、大丈夫だから、ほんとに大丈夫。また明日会いましょうね。また明日。では、おやすみなさい。